ミンガラバー皆さん、こんにちは、わけのないです。あるいはこちらの今大通りの方に来ています。やはりコロナの影響で車の数、人の数も減ってきてるんですが、前回アレンがゴミ出しをしに外に出た時よりはなぜか増えてる気もします。はい、なんか前よりも車も人も多くて、もしかしたら買い出しに出かけるかもしれないんですけど、なんか増えてる気はします。この動画では今あのコロナウイルスの影響でミャンマーでどういったことが起きているのかっていうことを軸に話していきたいなと思います。今現在ミャンマーで大きく2つ の命令というか、まあ、この決まりが新しく増えました。1つ目っていうのが夜間の外出禁止令というのが出てまして、夜の10時から朝の4時までですね、あの外出を一切してはいけませんよっていう命令なんですが、こちらに関してはそこまで厳しくないものでっていうのも、あのバーだったりクラブとか、この夜10時とかまで遅くまで空いてる飲食店も全てクローズしてますので、わざわざ夜に出る理由がないというか、夜に出てもなんか何もすることがないので、自然と皆さんあの夜にはお家にいると思いますので、そこの方は別に厳しくないというか、あの大丈夫かなと思います。ちなみになんですけど、この夜間禁止令が出てますが、このヤンゴンから日本に帰る方で、この長期のフライトなので、便が夜9時から10時からで空港に行かなきゃいけないけど、外出禁止令があるからいけないっていうことは、そこは例外で、あのそこに関しては大使館の方から連絡が来てまして、あのその件に関してはそのことをあのタクシーのドライバーさんとかに伝えてもらうと、あのクラブとかタクシーで空港の方まで連れてってもらえますので、空港についてもそういったことは理解されてますので、扱いは例外となりますので、そこだけご安心ください。はい、そしてこちらが1つ目なんですが、1つ目こちらがすごく厳しいものとなってまして、こちらも外出禁止令となってますが、こちらはもう病院に行くこと、買い出しに行くこと、まあ、銀行とか ATM にお金を下ろすこと以外はもう外に出ないでくださいっていうすごい強い言い方もされています。っていうのも、あの今現在ミャンマー4月19日でコロナの感染者が100人を超えたんですね。ついにこのミャンマー国内でも100人を超えるコロナの感染者の患者さんが出てしまったので、そういったすごく強い処置が取られております。外出禁止令なので、今回もアレンも買い出しに行く途中で、今からシティマートに向かってるんですが、それ以外は本当にあの外に出ないでくださいという強い、すごくとてもあの厳しい決まりとなっております。で、今回アレンが行くシティマートももともと24時間営業だったんですが、あの朝の9時から夜の9時までという形で、あの時間を区切ってあの営業という形になりました。で、コンビニの方もあの朝の8時からですね、夜の8時までという形で、全ての24時間営業は基本的に12時間で、朝から夜までという形で、深夜の営業はなくなってしまいました。はい、こういった形でどんどん、対策も取られている状況です。で、これからあのシティマートに行くわけなんですが、今だいたいミャンマーの時間で8時50分とかなんですけど、あのアレンがこの時間帯に外にいるには理由があって、あのシティマート9時から開いて9時に閉まるんですけど、朝の9時開いた直前、開く直前ですね、8時55分とかに行って、こうあえて開く直前に着くようにして、開いてすぐ入ってすぐ買うものだけ買って帰るっていう風にしてます。これ少し一つの工夫なんですが、そうすることで、初めて来た、シティマートに着いた時には従業員の方しかいないので、すぐ買ってパッて帰ると、その後からどんどんお客さんが来るわけなんですね。そうするとお客さんの中でももしかしたらあのコロナの感染にかかってて自分で気づいてなくて、で彼がいなくなってもウイルスがもし店内に残ってしまったら、後から来るお客さんに対してもすごくリスクが高まってしまうと思うので、お客さんが今いないこの朝一の時間で行って買って帰るようにいつもしてます。もしもあのヤンゴンにお住みの方でヤンゴン残ってますよって日本人の方がいたら、ぜひ朝一番でシティマートや買い物に出てみてください。ぜひリスクが減ると思います。アジンの個人的な考えなんですけど、ぜひやってみてください。お願いします。はい、こちらもご覧ください。こちらはアレンが、まあ、このコロナウイルスの影響がなくなる今日で、今はやってませんが、東京コーヒーさんのある通りなんですね。こちらの通りもすごい閑散としてまして、こうすごくにぎわってて、屋台もたくさんあるすごく有名な通りなんですが、そこもこういった感じで、なんかもうほんとゴーストタウンみたいな
感じになってると思います。ミャンマーは特にこの自分たちで身を守る意識が強いので、こういった形ですごく対策しているので、本当にこっそり稼ごうかなとか、あとはこっそり営業しようかなっていうと全くなくて、お金がなくても経済待ってなくても一人一人の命を守ることを優先しているので、こういった形ですごく皆さん静かに自粛生活耐えてるって形です。以上で今回の動画は終わりとなります。これからもミャンマー、ヤンゴンについてコロナの影響でどういった変化があったのかとか、こういった進展がありましたよということがあれば、すぐに動画ブログを通して皆様にお伝えしたいなと思いますので、これからもミャンマーワーキャーの動画ブログよろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。では失礼します。たったん。